本日はこちら、天ジャンチゲ、玄米、そして、ニジマス、スモークでございます。スモークの匂いが半端じゃない。ジャルマックス、すみません。本日の雨で、桜は散ってしまいますね。今年は早いような気がしますね。現在、大雨でございます。東京。本日の香りは、こちらを使いたいなと思います。まあ、こちらは香港で買ったんですけど、まあ、日本でも買えるんですけどね。まあこれ香港で毎日使ったので、あの香港の香りの記憶が残ってる感じで、そんな感じでございます。思い出の香りになったこの香りが香港。まあ昔から学生の頃からよく使ってたんですけどね。あの香港にいた時にお香買いに行こうと思ったら、まあどこあの国行っても、あのインドのあのお店って結構あるじゃないですか。そこであのめちゃくちゃ安く買いました。アマゾンより安かったんじゃないかな。はい、まあそんな感じです。はい、あの最近コンデジでね、あの Vlog が撮れる時代になってきたというところで、まあ最近すごくね、昔のコンデジとかが流行ってるかと思うんですけど、こういうやつね、こういうやつとか、まああとはまあ最近入手困難なこちら、あの GR3 なんですけど、まあこちら 28mm のやつね、やつなんですけど、まあこれめちゃくちゃ Amazon で安く買えたんですけど、コロナ禍に買ったんですけど、僕6万ぐらいで購入したい、確か5万後半から6万ぐらいで購入して、めっちゃ安いですよね。もう即完売した感じだったんですけど、まあそんな感じと、コンデジね、いっぱい僕持ってて、こういうコンデジを購入して雇ってや20個ぐらい僕持ってるんですよ。はい、でその中でもちょっといろいろ漁って、ちょっと動くやつっていうのを見つけてきて、まあ実際に動画が撮れるんですよね。25年前ぐらいのやつとか、こんぐらいのコンデジがいっぱいあったんですよ。それで僕いっぱい持ってて、まあそれであのいっぱい所持してるんですけど、ニコンとかキヤノン、パナソニックとか結構いろいろある中で、まあこの2つが今ある中で、ちょっと動画撮れるからどんな感じか、 Vlog 実際撮れるのかみたいな、ちょっとね、運営できるのかっていうのを、ちょっと日々の記録としてのクオリティとしてね、ちょっとこの2つでちょっと撮ってみようかなと思いますね。まあちょっと軽くなんですけど、まあここにあるこちらの、何これ。これはクレンジングにちょっと置いて、まあ、ちょっと音声と動画を撮ってみようかなと思いますね。まあ、今撮ってるのが、カメラが α7S3 なので、今日は α7S3、いつもは α7IV で撮ってるんですけど、ソニーのね。今日は、アップデートされたというので、ちょっと検証も踏まえて α7S3 で撮ってる感じでございます。まあいろいろ設定も変えたりしてるので、ちょっと実際にちょっと慣れておきたいなというところで、こんな感じで撮ってるので、今日はこちらの2つでちょっと一瞬撮ってみようかなと思いますね。はい、こちらリコーの GR3 で撮っておりますが、いかがでしょうか。まあ手ブレとかはね、入ってないから手ブレがすごいんじゃないかなと思うんですけど、まあこんな感じで静止画とかだったら割といけるんじゃないかなって感じですけど、色味とかどうでしょうか。こんな感じで音声もどうでしょうか。もうカメラの近くで話してるんですけども、聞こえる感じでしょうか、いかがでしょうか。まあ話すとこんな感じなので、多分声は聞こえてないと思うんですけど、まあ手ブレはしますよね。まあこんな感じで、はい、オートフォーカスもしっかりちゃんとしているので、いい感じじゃないかなと思いますが、こんな感じで、GR3 はこんな感じでございます。はい、こちらはニコンのクールピクス S640 でございます。動画、こんな感じでどうでしょうか。はい、まあ、手ブレとかはどうなんだろう。GR3 とかではしてない感じはするんですけども、マイクも、カメラの近くで喋ってますが、どうでしょうか、こんな感じ。まあ、話すとこんな感じなんですけど、近づけるとこんな感じ。はい、色味とか手ぶれとかどんな感じでしょうか。まあ、こちらも、まあ、かなり昔のやつなんですけど、これで Vlog 撮れたらかなりいい感じかなと思うんですけど、このフォルム、コンデジのフォルムはめちゃくちゃ大好きなので、はい、フラッシュもついてるので、昔のなんかいい雰囲気のカメラ、写真が撮れる感じの、こんな感じでございます。はい、動画いかがでしょうか。ちなみになんですけど、こちらズームもできます。こんな感じでズーム、ここから
ここまでできる感じでございます、ズーム。はい、いかがでしょうか。こんだけズーム使えればすごくいいですよね。あのズームのこの音もしないので、どうだろう。まあ、これすごくいい感じするんですけど、これで日常の記録が取ればめっちゃいい感じなんですけども、音声はどうですかね。はい、そんな感じで画質どんな感じかなって感じなんですけど、はい、でそんな感じで、今はちょうどレンズ変えたんですよ。あれです、ズームレンズじゃなくて単焦点レンズに変えたんですけど、でまあ2470のやつかなから、まあ、単焦点レンズ 24mm の 1.4 なんですけど、まあ、変えたんですけど、どんな感じですかね。こんな感じで、まあ、ISO 感度もマックスにして1万6000まで上げれるようにしてるんですけど、 α7S3 なので、そんな感じで、まあ、暗証でもこんな感じにマックスに上げると、ノイズとか入ってないかと思うんですけど、こんな感じで画角も 24mm でどうですかね。単焦点レンズになるとボケとかもかなりすごく 1.4 なので、まあ、こんな感じでやるともう、もうキレキレのね、もう後ろの背景ボケが半端じゃないと思うんですけど、まあ、24mm やっぱ単焦点レンズいいですよね。こんな感じでね、はい、まあ、24mm で自撮りは昔してたんですけど、まあ、改めてまた 24mm でもすごくいい感じじゃないかなと思うんですけど、まあ、これだとちなみに、まあ、こんな感じで超広角ズームがこんな感じで使えるので、まあ手ブレ補正入れてこんぐらいの感じでは撮れるので、ちなみに超解像ズームするとこのトラッキングがね、今これ超解像ズームしてないから使えるんですけど、トラッキング機能が使えなくなるんですよね。今は超解像ズームじゃないのでトラッキングを使ってるんですけど、こうやって前と後ろで変えてるんですけど、まあ、ブリーチング補正も入ったからどんな感じで変わってるのか、ブリージングどうだろう。こんな感じで、まあちょっと検証も踏まえて撮ってる感じなんですけど、まあ後ろ前ですね、こんな感じ。今、後ろ、前ですね。はい。24mm の 1.4 の単焦点レンズ、GM ですね。使っております。前、後ろ、な感じでございます。はい。本日の2食目。こちら、モモスタッチの、チキンとポテトサラダ、チリソース、玄米でございます。ジャンクフードですね。ジャマックスミド。はい。本日の夜ご飯はこちら。プロテインラーメンでございます。チリトマト、そしてこちらリンゴでございます。チェロボックスだ。はい、動画、いろいろ、GR3 だったりとか、あとコンデジ、まあ、昔のデジカメなんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっと実質運営できるのかできないのか、ちょっと見た感じちょっと厳しいかなって感じなんですけど、でそんなこんなで厳しいかなと思っている中、ソニーのサイトの方を見たら、まあ、昨日もちょっと、ちょっと話してたんですけど、キャンペーン、キャッシュバックフェアみたいな、そんな感じやってるんですよ。まあ、こんな感じでね、今ね、ソニー Vlog もめっちゃ推してますよね。新入生みたいな感じの、感じで、まあ、めちゃくちゃ安く出してるのかなって感じだと思うんですけど、で、まあ、こうやってトップ画面に行っていただくとなんですけど、まあ、最近のね、4月19日発売予定の2450、こちらはスルーいたしました。なんですけど、こうやってしていくと、こちらね、スプリングキャッシュバックキャンペーンがね、やってるんですよね。こちらね、カメラ本体だと5万円のキャッシュバックがついてたりとか、あとは、こちらレンズだと1万円のキャッシュバック。まあ、合わせてだと、まあ、最大、6万円とかなんですけど、まあ、こうやって下に見ていただくと、こういう、組み合わせだとこうですよみたいなの書いてあるんですけど、まあ、僕はね、今回はレンズを購入しちゃいました。はい。で、まあ、ちなみになんですけど、α7C2 とかだと、まあ、プラスレンズ何か買うと2万円キャッシュバックされるみたいなんですけど、まあ、今、
あの Vlog カムね ZV-E1 とかだと3万円で、まあ、レンズとか合わせると1万円とかなるので、まあ、結構安く買えるんじゃないかなっていう感じで、まあ、そんなこんなで僕はあのちょっと Vlog 運用するのでちょっと欲しいレンズがあって、まあこちらなんですけど APS-C サイズのレンズなんですけど、まあパワーズームで10-20の F4 の G なんですけど、こちらの方をちょっとね購入しました。はい、まあそんな感じでちょっとこちらも Vlog 運営でこれを α7-4 につけてまあちょっと小型にしようかなっていう決断をしましたね。まあちょっとカメラ C2 とか買おうとしたんですけど、あと ZV-E1 とか買おうとかしたんですけど、まあそんなねちょっとうーんってちょっとね気になる点が、まあ、どっち撮るにもあって、まあ α7C2 とかだとちょっと操作がねしづらいっていうのと、まあこれ α7-4 とか S3 とかだともうボディがすごく良くて使いやすいんですよ。手で一つガチャガチャってできちゃうので、でプラスZV-E1 だとちょっとセンサーサイズが、まあ、ちょっとセンサーサイズじゃない、あれだ、暗証はよく取れる α7S3 と似てるから、まあ、今後FX3 とか買おうとも考えてるし、オーバンサンプリングから の画質をね APS-C にした時にそんな好きな絵じゃないんですよ。で α7-4 と S3 を同じ状況で同じ風に撮るともう明らかに混ぜると分かるんですけど、 α7-4 の方がもう明らかにいいんですよ。はい、なので多分まあこれ好みに分かるかと思うんですけど、ちゃんと見れば画質の方がもう本当に α7-4 の方がいいのでオーバーサンプリングでしてるから、まあ、S3 はね、まあ、暗証に強いからいいんですけど、まあ、それをちょっといろいろ含めた上で今回は APS-C の10-20の F4 を購入しました。まあ、そんな感じで今日ちょっといろいろ G3 とかじゃあ GR3 とかね、あとニコンのコンデジとかちょっと使っていろいろ動画見たんですけど、うん、まあ今後もなんかそんな感じでいろいろちょっと自分でいいところ見つけながら記録を残していきたいなと思います。はい、まあ、そんな感じで12時回ったので、もうなんか10日明日見た明日来るみたいな、明日とかもう暇終わって今日なので今日来るらしいんですけど、今日来たらもう明日使えるのでちょっといいかなと思ってるんですけど、まあそんな感じでもうすぐ寝たいなと思います。はい、はい、あと今日はちょっと色味は違う風に変えております。昨日とはどんな感じなのかなって、まあ昨日はちょっとオレンジ寄り、昨日まではねオレンジ色寄りでちょっと作ってたんですけど、今日はちょっとちょっとシネマティックアリーっぽくね、アレクサみたいな感じの色味にしております。いかがでしょうか。